日常演舞の食文化日記にようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらマリンフード社のビュッフェパンケーキを食べたいと思います。冷凍のパンケーキなんですね。これで、この中に1袋に10枚入っていて、今回それが3袋分あります。3袋でちょっと見えにくいかもしれませんけど、オーブンで焼いたもの、電子レンジで解凍したもの、自然解凍したものの3種類があります。どれも美味しそうですね。で、さらにこんな風にマリンフード社のバターもいただきました。これらも使って食べてみたいと思います。ちょっとバター先に開けますね。どんな感じなの、中身がどうなってるのか見るか。こちら燻製バターって書いてありますね。バターを燻製、どんな感じなんだろう。まあ、いわゆるこういう個別バターですね。ってことはこっちもそうなのかな。こっちもありますね。で、こんな感じですね。で、あと先日巨大ホット甘酒ホットケーキを使った時と食べる時にも使ったこちらのキャラメルソースとチョコレートソースがまだありますので、これらもかけていきたいと思いますが、待って、やっぱりまずはそのままですよね。ではいただきます。しっとり、もっちり、さっくり、3種の食感が味わえますね。調理方法で本当にこんなに変わるもんなんですね。いや、調理っていうほどでもないか。チャンネル登録よろしくお願いします。今回自然解凍、電子レンジ、トースターの3種で食べたのですが、自然解凍だと割としっとり、電子レンジだともっちり、トースターだとさっくりの食感になりますね。解凍方法によってそれぞれ食感が変わりますので、皆さんお好みの方法で食べられるのが良いと思います。ちなみに自分は電子レンジのもっちり食感が一番好みでしたね。で、そのまま食べてもバターの香りがしっかり感じられて美味しかったので、これはこちらの点数とさせていただきます。で、こちらのバターと燻製バターを乗せてみたのですが、どちらもしっかりと味が感じられるバターで、燻製バターの方が香りの方がより強かったですね。なんで、私の香りってなんだ、私って作った人のことどんなに自信あるんでしょうね。なので、香りを楽しみたい方としてこちらの方がよりおすすめできます。逆にあまり香りはいらないかなっていう方はこちらの方がいいですね。で、前回甘酒ケーキを作った後に、あの方がこのシロップの味をレビューするのを忘れていたので、今やらせていただきます。チョコレートシロップもキャラメルシロップもしっかりそれぞれの味を感じることができて美味しかった。ケーキだけじゃなくコーヒーとかに入れてドリンクにするのもいいと思いますね。なので、これらもお好みに合わせて使ってみてください。それで、風花が七つ吹く日に集まるや、何か思い出があるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。